休みにすっか。すっごい、全部やっつけちゃった。やっぱ一人じゃ無理だったでしょ。もっと感謝してもろて。安っ、食堂の一番安いやつでしょ。当たり前じゃん、一人で社長と唯一の社員やってんだから。そろそろお話いいですか。褒められてないですよね。